妖怪ショッピング。はい、皆さんこんばんは。妖怪ショッピングのお時間です。私、司会のウィスパーです。そしてこっちがスタンドのケータです。今日はみんなにとっておきの商品を紹介しちゃうよ。え、何を紹介してくれるのウィスパー？まあそう慌てないでケータ君。今日紹介するのはある特殊なルートから手に入れた世界に一つしかないものなんだ。なんだろう。それがこのふにゃんマスクだ。おお、なんだこれ。このマスクはある天才職人が10年の歳月をかけて丁寧に仕上げた特別なマスクなんだ。すげえ。しかしこのマスクには呪いがかかってると言われてるんだ。そうなんだ。じゃあ早速かぶろうっと。って人の話聞いてなかったのかよ。消えたか。大丈夫かい、ケータ君。俺の名はフーニャ。ケータ君、駆逐してやる。え、妖怪よ、一匹残らず。ちょっとケータ君。ケータ君、あれ、ウィスパーがいないや。まっか、それじゃあまたね、バイバーイ。